俺はエルス。俺はこの大金で戦うぜ。ちっちゃいからって侮ってると痛い目に遭うぜ。俺の剣術は速い上に強いからな。赤い騎士団の隊長を知ってるか。美しい赤い髪の最強の剣士にして伝説の存在。彼女がまさに俺の姉ちゃんだ。俺が小さい時、姉ちゃんは俺に強くなることの大切さを教えてくれた。俺は姉ちゃんとの約束を守るために毎日一生懸命剣の腕を磨いている。そしてやっとエル捜索隊の歴代最年少隊員として入団することができた。姉ちゃんは今頃どこを旅しているんだろう。よし、今日も修行だ。絶対姉ちゃんを超えてやるぜ。よし、体も温まってきたし訓練場に行ってみっか。お前ら道なんか塞いで何するつもりだ。狙って。とりあえずお前は人の話を聞け。あ、ちょっとあれ、エルのかけらが盗まれちゃったじゃない。何？